海藤秀和は日本の政治家、滋賀県議会議員、高島市長、新朝市長長、新朝市長議会議員等を歴任した。滋賀県出身、滋賀県立高島高等学校、留国大学経済学部卒業。1982年、大学を卒業し、新朝市長役場に就職。1991年、新朝市長役場を退職。 同年、新朝日町議会議員選挙に出馬し、当選した。町議の傍ら、民間企業にも勤務していた。1999年、新朝日町長に当選し、2005年まで2期6年、務めた。高島郡五町市村から構成される高島地域、合併協議会の会長を務め、2005年1月1日に、高島市が誕生。 同年2月の高島市長選挙で初代市長に当選した。2009年の高島市長選挙に再選を目指して出馬したが、健康福祉部長を務めた元高島市職員の西川清次に敗れ落選した。同年、事業仕分けで評価者を務めた。また2010年4月から2013年3月まで内閣府公益認定党委員会委員を務めた。2015年4月、 滋賀県議会議員選挙に、高島市選挙区から無所属で出馬し、当選した。当選後、無所属で当選した3人の県議で、会派、領地会を結成した。2016年9月、回答は、翌年の高島市長選に出馬を要請されたが、故事現職の福井正明の対立候補に前、高島市議会議員を擁立して臨んだが、福井が大差で再生を果たした。 ABCDE プロフィール回答、A1 オフィシャルサイト合併協議会代より総関号、高島地域合併協議会。2002年11月。高島市長選挙から選挙高島市長選挙ザ、選挙 AB、回答し、出馬の交算代、来年1月の高島市長選イコール今月中には、身体明らかにイコール。市が放置新聞。 http://www.shigahochi.co.jp/.info.php <noise> タイプイコールアーティクル &id="a00222342017 年9月17日閲覧」無所属3県議が新会派、領地会代表に、つたでにし。中日新聞。 http://www.chunichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュ s-en-kyo スラッシュ ch-i-h-o-s-en-2015 スラッシュシガスラッシュシ、k-2015-042102000250.html2017 年9月17日閲覧シガ 高島市長に、福井市最先新人熊谷市を破る。京都新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.kyot.co.jp o n p スラッシュポリティックススラッシュアーティクルスラッシュ20170129000122017年9月17日閲覧。ありがとうございます。